本日はディテーラーの歯を取り替えたいと思います。はい、じゃあ変えていきたいと思います、はい。まずは用意するもの、ディテーラーとボールドライバーとカイバー。はいはい、これディテーラー用のカイバー、これもちろん、はい。そしてディテーラーはこれ、そう、なぜこのボールのドライバーのプラスとマイナスが2種類あるかと言いますと、ディテーラーの下刃はこの細い方を使ってネジを外していきます。はい、ちゃんと考えられてるよね。よし、じゃあいきます。はい、じゃあ今こうやって外していきます。じゃじゃーん。で、これディテーラーの特徴が、これね、上刃こうドライバーついてるんですよね、ネジ。でもこれあんまいじんないですね、僕は純正のままで使ってるんで。で、この枠が、あの他のまあ普通のね、こういう大きいクリッパーはこういうのはまらないようになってるんですけど、これディテーラーはちゃんとはまるようになってます。そう、だから絶対刃がこう前後することがない。だからもう本当にこの規制の今この動きしかしないから、長さが一定に保たれます。じゃあまずはいつもの通り外したら、ここに入ってる隙間の毛を落とします。これ大事、これはめちゃくちゃ大事。どういう気持ちで払うの？ん？いや、いつもありがとうって。よし、はい、綺麗になりました。ちょっと見よし、ではブレードを装着していきます。前回のマジッククリップでご紹介した通りしたと思うんですけど、これシールここからあるんで、ここから剥がした方が取りやすいです。まあ特にね、こう変わりはないっていうか、説明書が入ってて、オイルが入ってて、ネジがあって、ブレードが。まず下刃と上刃を取って、この上刃映ってる、この突起部分を下刃のこの突起部分に合わせます。そしてこれをスライドさせて、しっかり中央に来るように合わせます。で、その後ディテーラーに下刃をしっかりフィットさせます。こういうこともある、こういうこともある。これ結構仮止め的な感じでいや、あのね、刃の調整をする必要がないから、ディテーラーはさっきのあの上刃の突起の部分と下刃のくぼみの部分がしっかり合うようになってるから、上下してミリ数がずれることが絶対にないんだよね。だからあのほぼ本止め
仮止めじゃなくてほぼ本止めで全然大丈夫、うん、でまあ一応軽くこうあと1回転ぐらいしたらもうちゃんと閉まるようぐらいの時に歯をちゃんと1回確認して、うん、大丈夫だなってなれば毎回見てもらおう。はい、OK、はい、で、しっかり最後確認して、ありがとうございます、締めこれでディテーラーは完成です。はい、はい、まあ、ディテーラーのね、まあ、復習とかもすると、トリマーの中でもティーカットだったりベレだったりいろんなトリマーがあるんですけど、ヒーローとディテーラーっていうのはコード式だから、一番短くスキンフェードとかで短くする場合の最短部にこうパワーのある刈りができるトリマーになっているので、ぜひ使ってみてください。はい、はい、皆さん前のながらなんですけど、はい、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。ありがとうございました。早いんだ、はい、最近早いね、うん、まだここぐらいでやったりだ、あ、はい、言ってなかったから、うん、ということで、うん、ということでね、はい、じゃあ本日も皆さんありがとうございました、はい、それでは皆さんさよなら。The speed of light across the stratosphere. Oh yeah.